ジャン・エメド・シャビニー、ジーン・エメデ・チャビグニー。生物年は皇述はルネサンス期フランスの詩人であるが、現在ではむしろ医師、先生術師、ノストラダムスの秘書として知られる。彼はもともと、ジャン・シュビニアールという名で、後に、ジャン・ド・シュビニーと改称し、さらに1581年頃から、ジャン・エメド・シャビニーと名乗った。広くルフした説によれば、シャビニーは1524年頃に生まれ、 神学と法学の博士号を取得した後1548年に、ヌ主の市長となり、ノストラダムスが予言集を執筆する少し前に市長職を捨てて、ノストラダムスに弟子入りしたという。また、シャビニーは1566年7月1日夜に、ノストラダムスの生前最後の姿を見たのは、自分で予言めいた言葉をかけられたと語っている。 そして1604年に没したという。だが、地方史家、ベルナール・シュビニャールらの調査の結果、市長になるあたりまでの経歴は、18世紀になって、何の資料的裏付けもなしに形成された巨像である、ことが、明らかになっている。そもそも、当時のフランスでは24歳で市長になった例は、ないという指摘もある。通説に批判的な立場の論者は、実際のシャビニーの、 出生データを1536年1月23日、ボーヌ生まれとしている。これは、1561年にシャビニー自身が、ノストラダムスに宛てた手紙の中で、自分を占ってもらうために述べたものである。シュビニアールの研究では、シャビニーの家は代々小商人であったという。また、学歴については、モンペリエ大学で、医学博士号を取得したことが裏付けられるという、指摘もある。 シャビニーが1554年以降、ノストラダムスのそばにいたことにも疑問が投げかけられている。それによれば、シャビニーは1556から1557年には、パリに上京し1560年頃まで、ジャンドラの下でギリシャ語を学んでおり、実際に、ノストラダムスの秘書となったのは前室の手紙の後、1561年夏頃とされる。 ノストラダムスを最後に見たという話についても疑問が投げかけられている。ノストラダムスが死ぬ少し前に口実した遺言書にはシャビニーへの言及が全くなく、本当に1566年にノストラダムスのそばにいたかが確認できないためである。なお、没年については1604年説が多く取られている。ものの、これについても否定的な見解が出されている。 シャビニーの著作の中には、1605年10月の日食を見たことが書かれているからである。資料的に裏付けられる形での没年は分かっていない。書き著作のほか、多くの文献に詩を寄せている。その中には、ノストラダムスの歴書が含まれている一方で、ノストラダムスに便乗した先制術師コルモペドの歴書も含まれている。ディオンの上祭のタイトルページ。以下の三点は、 アントワーヌ・デュ・ベルディエの書士でジャンド・シュビニーの未交換の趣向として言及されているものである。日本ではシャビニーに関する単独の研究は存在しない。様々なノストラダムス関連書の中では言及されているが、もっぱら旧説のみに意挙して描かれている。旧説に対する批判的視点にも目配りされたものには以下のものがある。ありがとうございます。